どうも戦国係長のなりです。今回は群馬県安中市の松井田城を舞台に行われた松井田城の戦いについて話します。今回の動画はこれまでの動画と違ってお城の縄張りや構造ではなくお城を舞台にして起こった合戦について語って現代に残るお城がどう活用されていたのかを学べる動画になっています。とはいえサムネにあった松井田城の戦いを取り上げるにしてもそんな合戦聞いたことないよって方がほとんどだと思います。しかも以前紹介した松井田城の動画をご覧いただければ分かる通りそんな簡単に落城するようなお城には見えないじゃないですかってことなんですよ。日本史の資料などでは一行いや一行どころか数文字いや語られすらしない出来事、一方で松井田城の現地へ行けば関東でも有数の山城、この差は一体何なんでしょうか。この差を見ていくことで松井田城がどのように日本史と関わっていたのか、なぜこれほどまでの大城郭が歴史に埋もれていってしまったのか、そんなところまで深掘りしていきます。城チューブではこういったマイナーなお城や戦国武将合戦にもがっつりフォーカスして歴史に埋もれてしまった人々の生き様を語っていきます。メインは関東のお城を紹介していますが全てのお城に共通するようなお役立ち情報も発信しておりますのでぜひチャンネル登録お願いします。では早速話していきたいんですがいきなり話し始めては全く何のことかわからないと思いますので松井田城の戦いの概要からお話ししますね。松井田城の戦いとは戦国時代の最後の戦い小田原征伐の初戦となる戦になります。天下統一を目前にした豊臣秀吉とそれに反発する呉北条氏の戦いになるのでまさに戦国時代最後の合戦にふさわしい大名同士の争いになります。そんな重要な大戦の初戦となる松井田城の戦いを解説していきます。これを見て戦国時代の名もなき人々の戦いと資料などから臨場感ある戦況をお楽しみください。では行きましょう。それでは早速今回のテーマ小田原征伐の初戦となった松井田城の戦いの全貌を話していきましょう。天正10年1582年6月神奈川合戦に勝利した北条氏はその勢いのまま西神津家の松井田城を支配下に置きます。史実では一度は信濃に侵攻しますが徳川家康と対立、その後の講和によって神津家まで押し返されてしまいます。両者の対立が落ち着くと神津家と信濃の国境が北条氏にとっての所領の境目ともなります。その重要な位置にあるお城が松井田城でした。松井田城には北条氏家中の御由緒六家宿老的な家臣の一人大土寺氏が入ります。この時の大土寺氏の当主は正成、武勇に優れた武将で北条氏三代の北条氏康から氏政、氏直と3代にわたって仕えた男でした。正成は松井田城に入ると早速お城だけではなく城下町などの整備も始めました。北条氏が松井田城を奪取した翌年の天正11年4月の北条家朱印状には北条家が松井田の武士たちに対して小諸へ米などの荷物を運ぶことを命じています。この時点で正成は小諸城と松井田城の城主だったことがわかります。そしてこの後も松井田城を北条氏の主要城郭の一つとして位置づけていきます。天正13年に北条氏は神津家支配にあたって天馬制を整備して西神津家では倉賀野、和田、板花、安中、松井田、坂本に天馬宿が置かれました。天馬宿はその土地の町人が管理していて新堀に移住させたという記録もあります。お城は北側の麓高梨が城下町根小屋として南側では天馬宿の整備なので江戸時代に中山道と松井田宿の前身となるような交通の拠点が形成されていったと思われます。天正14年徳川家康が上洛して豊臣秀吉に従属すると上信の国境に緊張が高まります。大道寺正成は松井田の強化を始めます。まず正成は松井田城の尾根城で最も高い場所を本郭と位置づけ
西の尾根沿いに増築を開始します。これまでの松井田城は現在の安中グルワを本グルワとして南からの備えに徹した縄張りをしていました。しかし大道寺氏ら北条氏にとって注意を払うべき方角は西の薄い峠です。現状の本グルワの安中グルワから西側を見るのはかなり難しいです。さらに西の尾根は安中グルワよりも標高が高く、こちら側を抑えられてしまえば安中グルワは丸見えで敗北は必須となります。ここに目をつけた正成は早速改修をスタートするのでした。ここは大道寺正成とゆかりのある穂田寺です。ここは別名穂田寺館とも呼ばれていて、松井田城主の居館だったとされています。おそらく正成はここで松井田城や敵の進行ルートの薄い峠をどう抑えるか考えていたことでしょう。松井田城の不振について天正15年5月に後漢氏に宛てて、松井田の地が上申の境目として北条氏の方針のもと後漢氏の所領から人足を求める書状が残っています。この不審は後漢氏の所領から50人、10日間の施工が計画されていたそうです。これによって以前の倍ほどの広さの規模に変貌を遂げます。これは改修後の松井田の縄張り図になります。これほどの大規模なお城があればどんな敵でも撃退することができるでしょうね。北条氏傘下のお城の不審は松井田城だけではなく、小田原城はもちろん、神津家では美濃和城、金山城などでも行われています。松井田の周辺の武士たちも松井田に移住し、板花の福田氏や後漢氏、瀬下氏が新堀に移っていたり、周辺の地侍の山口群八郎や佐藤門戸之助なども松井田城周辺に移住させています。この時大都の悲観と言ったり、松井田お旗本衆という正成の正式な家臣として召し抱えることで、松井田、坂本、軽井沢の武士たちを松井田城主の指揮下に一元化していきました。この頃の彼ら松井田衆は北条氏から松井田に預け置き候11期の同心と呼ばれたりもしていました。また正成はお城だけでなく敵の動きをいち早くキャッチするための情報網を広げます。薄い峠の中間地点の羽根石をその最前線として堀切りなどの防衛施設を構築します。そしてその動きを把握するために山あいを抜けた愛宕山と坂本宿の西にある国蔵山にのろし台、それらと松井田城の中間の龍駒山にものろし台を設けました。さらに坂本を掌握するため愛宕山と国蔵山にあった古城を整備して、それぞれ坂本城、愛宕山城、別名薄い城として最前基地としました。愛宕山城は薄い峠が目と鼻の先にあるので敵と交戦する最初のお城とも言えます。しかし標高が低いため峠方面はよく見えなかったそうです。それを補完するのが坂本城で、坂本城は峠からそこそこ距離はあるんですけど、峠を進行する敵はよく見えるし、もっと西の薄い峠の見晴らし台、のろし台もうっすらと見えたそうです。ちなみにのろし台は松井田城だけでなく他の北条氏のお城にも伝えるため、宇部大山、総大山にのろし台を設けています。でも地図で見ると若干違和感ありませんか？のろし台は数キロの間隔でありますが、薄い峠の見晴らし台ののろし台から国蔵山ののろし台まではちょっと距離があるように見えませんか？もしかしたら失われたのろし台が中間にあったのかもしれないんですけど、多分そうではないと思います。この頃の防衛ラインはまさにこのラインになっていて、ここから西と連絡を取るのではなくて東の松井田城と連絡を取るための場所だったと、そういうことなんですね。こうやって地図とか地名とかと照らしていくことで、日本史はもちろん地域の歴史、地理とか地名とか様々な分野につながったりして、いろいろな学びがあります。だからこういったミクロな視点で歴史を見るっていうのは面白いんですよね。天正18年1590年3月、ついに豊臣秀吉は小田原に向けて出陣します。豊臣秀吉は
軍勢を三方に分けて進軍をはじめ、前田利家や上杉景勝、真田昌幸ら東山道を進む北方軍、長宗我部元親や加藤義昭ら海上ルートから小田原へ迫る水軍部隊、そして東海道から豊臣秀吉、徳川家康ら本隊が呉北条氏の本拠小田原へ向かいました。松井田城を守る大道寺正成は1500騎とも2000騎とも言われる兵力でこれを迎え撃ちます。3月15日北方軍の真田軍が先行して到着、碓氷峠を越えてきます。北条氏方の最前線、羽根石堀切でこれに対抗、戦闘が行われました。結果は北条氏の勝利、北方軍を抑えることに成功しました。しかし翌日の16日、前田利家ら北方軍本隊が合流、総勢3万人を超えていたそうです。その後碓氷峠を破られ、坂本宿でも小競り合いがありましたが、大軍を前になすすべなく、正成はより堅固な松井田城に籠城することを決断。羽根石堀切や坂本城などからの撤退を命じ、松井田城に引き上げます。いよいよ敵が松井田城に迫る中、北方軍の真田信行が130人余りの小勢で松井田城を偵察、松井田町口で北条氏方の守備隊800人と交戦。突然の攻撃だったのか、守備隊は城門まで押し返されてしまいます。15日の戦闘といい、真田氏はかなり積極的に戦闘に参加してますよね。そもそも小田原征伐の開戦のきっかけとなったのは、真田氏が守っていた名倉城を北条氏が奪ったことに始まるってことにあるのかなと思います。戦略に長けた真田氏ですからね。単純に奪われたことの恨みの感情じゃなくて、戦国時代最後の領地切り取り合戦のチャンスにかけていたとも考えられますよね。真田氏は神の山というところに陣を敷いたそうです。そして寝小屋をすべて焼き払ったそうです。こういった間接的な攻撃は籠城戦のセオリーですよね。目の前でいつも暮らしていた家が燃やされてしまったらシンプルに嫌ですよね。まあそう思わせることも攻撃側の狙いなんです。あえて目の前で見せつけることで守備隊の戦意をくじいて諦めさせたり、内部分裂を起こしたりするのを狙っているわけです。攻める側は門を打ち破る前にいかに敵の方から門を開けさせるかの手を打ってくるわけですね。これに続いた北方軍は着々と松井田城を包囲していきます。資料によると秀吉から付け城の構築を命じられていて、当初秀吉からは兵糧攻めも命じられていることから、松井田城の防御の高さは力攻めだけでは簡単に落とせるようなやわなお城ではないという認識はあったようですね。他の資料だと松井田城西側、現在の穂田寺あたりですかね、に上杉景勝軍約1万、東側松井田城の城下町高梨あたりですかね、ここに前田利家ら約1万8000が松井田城を取り囲みました。小田原や周辺市場からの御詰めが見込めない以上、ここで勝負あったと思われますが、正成は無謀にも戦うことを決断します。この時嫡男は小田原城に入っており、大道寺氏の代替わりはすでになされていたとも考えられるので、もしかしたら正成としては自分の役目はここで命を落とすまで戦い抜き、少しでも時間を稼ぐ、そんな思いがあったのかもしれないですね。北方軍の総攻撃は3月20日とも16日とも言われていますが、松井田の神の山に着陣後、坂本城や愛宕山城など周辺の砦や拠点を攻撃して、周囲を完全に制圧してから攻撃を始めたようです。おそらく初めは軍勢を大手と絡めてなど複数の上り口から攻撃を開始したと思われます。穂田寺側から攻撃したのは上杉軍と言われています。正成の巨漢があったことから最初はすんなり登ることができたようですが、松井田城西側には軍勢を阻む連続堀切が用意されていました。連続堀切のある廓は広い平坦な廓をあえて堀切っています。広いままであれば大人数を駐屯させられるこの場所をあえて潰すということは、少人数でも守れるように、いや少人数でしか守れない状況だったと考える方がいいでしょうね。
しかしこの堀切はかなりの防御力を誇っていたようで、上杉氏の攻撃を抑え、やむなく前田軍と同じルートからの攻撃を選択したようです。一方その頃前田軍はというと高梨方面から攻め込みますが、行く手を阻む堀切や縦堀で思うように進まなかったことと思われます。しかし圧倒的な兵力差で確実に攻め込んでいき、お城のこの部分ですね、水の手まで奪うことに成功しました。名古屋方面から攻撃した前田軍はその後もじりじりと正成を追い詰めていきました。一方で秀吉ら本隊は山中城など次々に打ち破り、4月1日には小田原へ到着しています。これによって北方軍にも早急に小田原に来るようにという催促が来たのは間違いなさそうですね。そのため松井田城への攻勢も強まったと考えられます。そして4月22日ついに正成は開城、降伏します。その後正成は関東の案内者として前田軍に同行しています。その後前橋城や箕輪城、石倉城、西木城など相次いで開城していきます。正成は小田原征伐終結後にその責任を問われ、北条氏政らと共に切腹となっています。松井田城もその後廃城となってしまいますが、そのおかげで戦国時代末期の山城を現在でも見ることができます。現地では松井田城の西側の大道寺市巨漢跡、現在の穂田寺から続く尾根を分断する連続堀切り、北の大手方面からの侵入を防ぐためにいくつも設けられた連続縦堀や堀切り、前田軍に総攻撃でここまで攻め込まれたという水の手、見どころはいくつもあって丸一日あっても巡り尽くせないくらいの大城郭となっています。松井田城の本車などの高所から大道寺正成になった気持ちで西側を見渡して、中山道を監視する狼煙台や中山道を越えてきた前田利家ら北方軍の姿を想像してみれば、自分も戦国武将の一人となったような気持ちになれるはずです。今回は群馬県安中市の松井田城を舞台に行われた松井田城の戦いについて話しました。このように日本全国には様々なお城がありますが、そもそもお城は戦のための防御施設であることを忘れてはいけません。どんなに鉄壁な大城郭を築城しても作っただけでは何の意味もないんです。そこを守る人々の思いがあって初めてお城は機能を果たします。そういったちょっといつもとは違った視点でお城を紹介しました。今回は以上です。このようにこのチャンネルではお城大好き戦国係長なりが関東のお城を中心に紹介しています。これからお城に行かれるという方など、現地の意向を見ながらお城をより楽しめる動画となっていますので、お城に興味があるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回動画内で紹介した別の動画のリンクや参考書籍のリンクは動画説明欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。